ちょっと寒、もう雨降ってるし、気温もめちゃめちゃ低いし、もう12月じゃん。もう外出んのめっちゃ億劫だわって思いながら、e フットボールの更新来てたけど、今日はどうなん。おっと、待って、週刊 FP が来て、指名契約権が更新されて、さらには大量の選手パックまで追加。逆にアチアチ。皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日もイットボールアプリやっていきたいと思うんですけど、本日は10月6日木曜日、新しいガチャイベやってまいりましたので、この動画一本で終わらせていきたいなと思います。今日はですね、中型アップデート並みにいろいろと更新されてるんですけど、とりあえずこの動画見ていただければ全て理解できるようになってますので、いいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。コメントもたくさんしてね。ということで、まずはですね、お知らせからになるんですけど、見てください、アップデートファイル配信のお知らせだけで3つもあるんですよ。でこれ全部読むだけでかなり時間かかるんですけど、とりあえず大事な内容だけピックアップしていきますね。まずは1つ目、これめちゃめちゃでかいんですけど、なんとeフットボールアプリでも現実同様選手交代人数が5人になりましたね。いやこれやばくないですか。まあ今ね、優秀なスーパーサブたくさん出てますから、この変更はかなり楽しくなりそうですよね。しかもこれ e フットボールリーグ含む全試合のデフォルト設定になってますので、これはベンチの組み方とかも変わってきそうですよね。僕もね、スーパーサブソン・ウンミンとかレオンとかレビーとか全員入れちゃおっかな。全員持ってないわ。あとはその下、無効試合の試合がですね、対戦履歴から確認できるようになったのもありがたいですよね。まあ、今作はウイレ時代ほど無効試合はないですけど、たまにですね、意図的なタイミングでやられますので、そういう場合は履歴からしっかりと通報していきましょう。まあ、あとはですね、まあ、この辺りライセンスの話があって、大事なところで言うとゲームプレイに関する調整修正ですかね。試合感も割と修正が入っていて、スルーパス関連の精度が上がってたりとか、あと注目は下から2つ目ですかね、クロス対応にも修正が来たので、クロスはちょっと弱体化されたはずですね。まあアップデート前の環境がクロス強すぎたっていうのはあるんですけど、この修正にはかなり期待したいですね。はい、そんな感じで、まあいろいろたくさん書いてあるんですけど、とりあえず今話したところを理解していただければ大丈夫だと思いますので、ご安心ください。さあ、そしてここからですね、キャンペーンの話になるんですけど、まずはこちら、なんと AFC チャンピオンズリーグ ACL のライセンスが取れたみたいなんですよね。いやー、おめでとうございます。実はさっきね、新イベントが来ていたので実際に試合してみたんですけど、見てください、こんな感じでちゃんと試合も ACL 仕様になってるんですよね。やっぱこういうのってね、普通の試合と違ってテンション上がりますし、昔のね、チャンピオンズリーグのライセンスがあった頃のイベントを思い出しましたね。あの頃は最高だった。でこのですね、 ACL の新規ライセンス総裁を記念して3つのキャンペーンが来ていて、まずはこちら、スペシャルログインボーナス、期間中に7回ログインしていただければ無料で7万経験値もらえますので、ここは絶対に獲得しておきましょう。で2つ目がですね、特別のツアーイベントになるんですけど、これをクリアすることでガチャ券がもらえるキャンペーンになってるんですよね。で実はこれ、報酬を獲得しないとガチャに出てこないので、若干隠しガチャみたいになってるんですけど、実際にですね、もらえるガチャ券がこちらになっております。まあ ACL 仕様のスタンダード選手になるので、まあ無理に獲得するべきガチャ券ではないと思いますけど、もらっておいて損はないと思いますね。1週間に最大5枚、合計10枚ガチャ券がもらえますので、気になる方はこちらのイベントをクリアしてみてください。で3つ目、最後はですね、特別なチャレンジイベント、まあこれに関しては無難なですね、 GP と経験値の報酬になりますので、余裕がある方は挑戦してみてください。とりあえず ACL キャンペーンに関してはこんな感じですね。で次にですね、アチーブメントの話になるんですけど、今日からですね、新たなキャンペーンアチーブメントっていうのが来ていて、これがですね、めちゃめちゃ報酬えぐいんですよね。29万 GP に14万経験値が無料で全員もらえますので、これは絶対やった方がいいと思いますね。まあ、ちょっと時間はかかるんですけど、ツアーイベントで50得点、チャレンジイベントで15得点、e フットボールリーグで15得点、こちらをですね、30日間でクリアしていただければいいので、勝ち負け関係なくクリアできるって考えたら、かなりお得なイベントになってますよね。皆さんぜひこれはクリアしていただいて、こちらから報酬受け取ってみてください。さあ、まだまだありますよ。もう今日更新内容がとんでもないことになってるんですけど、 e フットボールポイントの交換所に新たな選手が追加されましたね。ヘナン・ロディ、グエイ、クライファート、この3名が追加されてますので、気になる方はチェックしてみてください。さあ、そして
して今日の目玉の話になるんですけど、なんと新たな選手パックが5種類も追加されました。で、今日登場したのがブルーノ・フェルナンデスのプレミアムパックと、バルセロナ、バイエルン、ユナイテッド、アーセナル、この4クラブのクラブパックになるんですけど、どれもすげーかっこいいし、見たらわかるんですけど能力えぐいことになってますね。まあクラブパックに関してはこれが900コインって考えたらかなりお買い得なので、まあサポーターの方とか気になる選手がいる方は十分獲得してみてもいいと思ってますね。で、あと注目はですね、これ選手だけじゃなくてユニフォームがもらえるパックもあるんですよね。今回の新登場でいうとバイエルンとユナイテッド、この2クラブに関してはこんな感じでですね、昔のユニフォームがもらえるようになっていて、バイエルンだと0001シーズン、ユナイテッドだと8283シーズンですね。こんな感じのクラシックユニフォームが使える権利っていうのもこの2クラブに関してはもらえるようになってますので、この2つはちょっとお得なパックになってますね。で、あとそう、前から販売していたミランに関してもなぜかこのタイミングでユニフォームがもらえるようになってますので、すでに買ってる方とかはこれ忘れずに回収しておきましょう。まあ、あとはやっぱこのブルーのパックっすよね。いや、とにかくアイコンかっこいいし、まあ正直ですね、エピックのブルーのフェルナンデスよりもルーベンディアス、ロナウド、フェリックス、レオン、このあたりのハイライトが入ってるだけでも相当価値あるんじゃないかなって思ってますね。で、今回もですね、選手だけじゃなくて 4000×15 の6万経験値もしっかりとついてきますので、個人的にこれが1500コインはかなり安いんじゃないかなって思ってますね。まあ改めてこのパックに関しては通常との比較だったりとか過去 FP との比較がっつりとやった動画投稿予定なので、少しだけお待ちください。やべえ、まだまだ話足りねえよ。お次はですね、エピックになります。今週は金、ファンデルファールとガスコイン、この3名のトッテナムエピックになりましたね。まあ正直このガチャに関してはスルーでいいですかね。公式情報で近いうちにですね、初登場のダービッツだったりとかネスタの登場も確定しましたので、まあ正直この告知がされちゃったら今はちょっとコイン貯める時期になってくるんじゃないかなって思ってますね。さっきねボックス見たら無料分がありましたので1回だけ引いておきましょう。男ならこの1回で引けますから任せてください。さあエピックの演出来ないんでバイバーイ。さあこの動画もですね大詰めに来たんですけど、お次は指名契約リスト2つ更新されまして、エールディビジとプレイヤートランスファーズ、移籍した選手をですね集めた指名契約リストになるんですけど、いやどっちも結構いいんだよね。さっきですねこっちのエールディビジも軽く見てたんですけど、ブリントとか結構えぐい能力してないか。クロサーでパス能力良くて、ディエンスケこんだけ高いんですよ。いやかなり魅力的な数値だし、あとはバスドストね、いや懐かしいっすよね。いやこのですね得点能力、空中戦の強さがあってスーパーサブ持ちですから、今の環境だとバスドストなんかもかなり強いんじゃないかなって思ってますね。はい、こっちのリストと、まあ、あとやっぱ注目はこちらですかね、プレイヤートランスファーズ。ちょっと前までリュディガーなんか来てましたけど、今回で言うとカゼミロとか結構能力ぶっ壊れそうですよね。これだけ初期値がありながらこっからさらに21レベル育てることができますので、かなりえぐい能力になりそうですね。まあこのあたりも細かく能力見ながらしっかりとおすすめ選手紹介していきますので、ちょっとだけチャンネル登録してお待ちください。さあやっと週刊 FP までたどり着きましたよ。だいぶいろいろと話したんですけど、今週の週刊はこちらになります。今週は週刊予想7名正解ですかね。予想の精度バチバチに仕上がってきております。で、まずはやっぱ注目はフォーデンかな。アップデートでも強化されてますし、今回ライトウィング登録でプレイスタイルがウィングストライカーになってるんですよね。ドリブルトリプル90、かなり魅力的な数値になってますし、あとねスーパーサブ持ちのギャラガーなんかも個人的には嬉しかったですね。僕ちょっと前の指名契約で獲得してスーパーサブなくてもかなり使いやすかったので、個人的には結構おすすめですかね。まああとは黄金のスーパーサブコンビですよ、ムシアラとベンエデル。まあこの2人はですね間違いなく大当たりになりますので、今週はですねフォーデン、ムシアラ、ベンエデル、この3名がトップ3になってくるんじゃないかなって印象ですかね。まあ他にもですねパーティーなんかもバランス良くて優秀なので普通にいいガチャだなとは思いますね。ただやっぱり最近はスーパーサブソンフミンとかスーパーサブレビーなど意味不明なぶっ壊れが多かったので、そこと比べるとちょっと見劣りはしますかね。まあ正直無課金だったら今週はコインは使わずに無料分で済ます感じでいいんじゃないかなと思ってますね。さあということで僕も引きましょうか。国別の対応表はこんな感じになるんですけど、まあやっぱさっき言った3人かな。
フォーデン、ムシアラ、ベンエデル、この3枚狙いましょうよ。まあ、特にね、今日から交代枠3枚になったということで、ムシアラ、ベンエデル、スーパーサブの需要っていうのはビンビンに上がってきてますので、この2人ぶち抜いていきましょう。その他ヨーロッパ来ればムシアラ確定だからいいよ。その他ヨーロッパ、その他ヨーロッパはね、確かね、何も出ない、何も出ないまま行けば OK だけどさ、どこだ。お、リーガエスパニョーラ、おわお、わお、星4。毎週ゴールキーパー出てんじゃん。いや、写真近いな。あ、ちなみになんですけど、今日は、4回目のツアー分はちょっと回収できなかったっすね。動画の準備が忙しくて、今日は3回しか行けないんですけど、頼むよ、そろそろ。狙いの選手出てくれても、おー、待って、来た、おー、待って、来た、おー、待って、来た、え、これムシアラ、これはムシアラ、オッケー、これでかいね。ムシアラ確定演出いただきました。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これは来た。久々に狙いの選手来たわ。いや、嬉しい。もうすぐ使おう、この後。もうガチっすか、確定。オッケー、来たね。いや、久々にテンション上がったわ。じゃあ最後、ベンエデルで締めましょうか。ベンエデルかフォーデン、フランスかイングランド、どっちかに落ちてください。さあ、ラスト、ラスト、いいよ。たまにはいいんじゃない、ヒカックが喜ぶ週でも。ヒカックが発狂、いい意味での発狂でもいいんじゃないか、リガン、来た。今日でもいいんじゃないか、リガン、来た。今日でもいいんじゃないか、リガン、来た。プラス、星4回2択が当てられない男、比較ゲームでした。どうも、ありがとうございます。